こんにちは。藤見さんより出ております。初音ミク、プラモデルですね。関節可動式最大22箇所のマブルラということで、今回からこれを作っていきたいと思います。でね、今回ちょっと試しにね、ちょっとアングルを変えてみてます。いつもはこれ真上からカメラをこっち側から撮ってるんですね。だけど、手をこうした方が見やすいっていう意見が多いんで、今私の体の前にカメラがある形ですね。で、真上ではなく、ちょっと、俯瞰視点というか、斜めから撮っていく、こういう感じでね、やっていこうと思います。ちょっとね、やってみて、前の方がいいか、こちらの方がいいかっていう意見をください。ちょっと初音ミクに関しては、一回ね、この視点でやるんで、最後までこれに関してはこの視点でやりますが、まあ、微調整はね、していくつもりなんで意見くれると嬉しいです。はい、若干ね、カメラ上げてみました。試行錯誤なんで、ちょっとお付き合いいただければと思います。ではね、ミクさん、作っていきたいと思いますよ。よいしょー。カッティングは当然もう、終わっております。なので、まあ、この辺から、作っていきましょうか。余裕ですよ。さすがにミクさんは、余裕な気がしてならない。これはね、元から入ってるものです。私はステッカーとか貼ってないんですね。だからね、今回は、これを使いたいと思います。なぜなら、完成されていて、とても綺麗だから。んなんだん気のせいか、あ、疲れた。まずこの、ボールのようなもの、バールのようなものですね。これ、パッキーンと、はめていく。そんな立ち回りでございます。よいしょ。どうしようかな。どうしようかなじゃなくて、作ってなきゃいけないんだけど。よいしょ。いや、人型のさ、プラモデルってそれだけでちょっとすごいよね。本当か？合ってるかこれ。はまってかないんだけど。あ、いいのか。そんな、こんな感じ？ちょっと緩めなんだ。あ、パキいったね。パキいった。ってことは？あ、いく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 。オッケー。これ取っちゃった。これ取っちゃった。ちょっと待って。まだ当てるような気がない。やっべ、熱い。プラモを作るって熱いね。プラモデルはやっぱ、スポーツですから。ちょっとエアコンを、強めましょうか。そりゃもう、プラモは、スポーツ、人生、そのもの。ナンバー10なんかないよ。おかしいな、おかしいぞ。ないな。ナンバー10ない。なくなったかな。これか。致命的だ。しかも間違ってるし。いきなり乗っけから間違ってんな。あー、大丈夫か。バキ、行きそう。バキ、行かないで、お願い。本当お願い。お願いします。これ外れないよね、もう。うわぁ、やっちゃった。出だしがいきなり。あー、まずいわ。よいしょ。あー、匠。匠先生、お願いします。藤原匠。なんなの？なんなの？とか文句ばっか言ってくる。これが、怖いわ。この透明のポリキャップみたいのは、ここにはめるみたい。ジョイントができるんでしょうね。もう一個あったやん。もう一個あったじゃん。どこ行った？あったあったあった。まだ当てないって感じ。これはいいんだけど、ナンバー10っていうのがないぞ。完全にないな。あった！これやん！これです！すいません。まさか肌色だと思ってなくて。いや、人間のさ、固定概念、先入観って怖いね。私完全にこういう色だと思ってたから、ずっと探しちゃった。なんだ、肌色か。先に言ってよ、ミクさん。本当に。吉野家コピペ。昨日、おじいちゃんが吉野家行ったんですよ、吉野家。そしたら、人がなんかいっぱいいて座れないんです。これを、ここだね。どっちだ？どっち向きだ？こう挟まってるから、これだね。これだね。ここだね。よいしょ。あーさ、これは怖いぞ。いけ。いけー！マグナーン！あれ、いかね。違うか。落ち着け？あ、まだ当てない気がないぞ。ポッチは一箇所しかないんだから、ここでしかはまんない。ってことは、ここのバリの処理というか、パックマン？パックフラワー？これがうまく噛み合ってないことになる。これなんか、やっぱガンプラの出来がさ、良すぎて、こう、他のプラモって、ある程度こうガリ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 って感じ。やっべ。持っててよかった、匠のペンチ。いけるか？いけるか？あー、ちょっと怖いな、もう。怖いなぁ。あー、怖い！これ！もうちょっと、なんだろう、スパナ的なやつで、ぐっといきたいね。いいのか？これもういっちゃうよ。顔次顔をいいんだな。いいんだね。ミクさんいいんですね。つけた後
にダメとかやめて先に取り付けます。これか、耳ね、耳の部分。え、このポッチリを、マジか、これはきついぞ。あ、いけるいける、結構塗る、あー、ついてるついてる。これ明日筋肉痛だ、 120% でマジラブ。いくぞ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 、あっと、くっかったー、いっていっていって、痛いわ、いやだだだだ、痛い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 、あはー、まだまだ全然大丈夫、全然大丈夫、何も恐れることはない、そんなのってないよ。正直すまんかった、はまんないな、はまんない、はまんない系肉、なんか心配だな、バキーとか言って、あー、ここ行っちゃっていいんだ、ここに、あー、なるほど、バキッとね、これでいくね、大丈夫、これ合ってんのか、上下合ってるな、これ何、これアホ毛じゃないの、ここアホ毛かと思ったら首元なんだよね、違ったらもういいっすよ、頭逆についちゃったらそれもまた人生、人生ですよ、クラナドは、あー、もうバキッつったからもう後に引き返せません。では、ツインテ、ツインテじゃないね、まだこの、触覚の部分だね、めぐみさんもね、結構ね、顔がね、問題あるんで、触覚を、いつも美容院いつもっていうか、触覚をね、作ってもらわないとダメなんですよね。そう、美容院もさ、前回一回行ってさ、やっぱ毎回美容院行かないとダメですよね、自分で切っちゃいかんっすよね、とか言っておきながら、あれ切ってないっていうね。まあ、そんなもんなんだけどさ。あー、もう待って、ミクちゃん。ミクちゃん。これ合ってっか？あー、こんな感じでいいんだろうな。いいんだろう。な。いや、もうやめて、ほんと、足じゃない。手つるから。これで、この状態で、あ、かっちゃ、お、かわいい、やべ、かわいい、あー、ちょ、悪夢や、悪夢、悪夢、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、疲れてきた、指つりそう、指っていうか、腕がつりそう、おー、バキッと、おー、すげえ、マジプラモデルじゃん、すごいね、ちょっと、気になる方はね、つや消しなんて吹いたらいいかもしれない、まあ、私はこっちの方が好きかな、ちょっとツヤツヤ感があったわ、まあちょっとね、マットな感じの方がお人形っぽいっちゃ、お人形っぽいから、これは奥までぶっ刺しちゃっていいのかな、不安だな、ちょチューンディーみたいになってるけど、ここちょっと、あ、棒人間じゃん、完全に棒人間パルダホン、これでいいか、で、ヘッドセット、ヘッドセットのどっちだ、この粒を入れるの、どこに入れんの、ヘッドセットいるか、なんかヘッドセット、これちょっとこれなかったことにし、なかったことにしてはいけないんだけど、本当はね、岡部凛太郎的にね、あー、まあいるかな、ヘッドセットいるな、一応はめておく、よいしょ、あー、まあこんな感じになりますね、ここシールで、ここ黄色とか赤とかね、多分塗り分けておくと、塗り分けておくというかシールで色をつけておくといいのかもしれない、まあこのぐらいだったら多分ガンダムマーカーとかで塗ったらすごく綺麗にできるんじゃないかなと思います、はまんないな、ほんと、あー、いった、なんかほんとパズルみたい、 3D パズルみたいな感じだね、プラモっていうより、まあプラモと 3D パズルがどう違うのって言ったらマニュアルがあるかないかぐらいのさなのかな、難しいとこですよね胴体、次胴体いきます、はい、頑張ってみよう、なんでこうなった、やべ、呪いだわ、スーパー棒人間、こいつを、どっちだ、こっちだね、こっちが前で、よいしょ、こうだ、で、合ってるかな、不安で、不安しかない、不安しかない、むしろ自信とか、なんだ、勝手な、これまた本当に、あ、いって、ここ、見て、ここここここ、ほら、サランラップのさ、切るところと一緒、超痛い、あ、怖っ、ちょっと傷つけたくもあんまないんだけど、いかんよな、これ私の火力ではいけない、なんだろう、なんか違う気がする、あー、割れそう、怖い、多分ね、ここの粒がここの穴に入んなきゃいけないから、それはうまくいってないような気がするんだよね、むしろ切っちゃってもいい、あ、入った、入ったけど、入ったけど、あー、なんか隙間開くね、そういうもんなのかな、でも横開くっていうのはおかしいよね、もっとギュッギュッと締めていっちゃおうか、ここは危険、これ割れるよな、あー割れる、あかん、どうするどうする、あー怖え、怖いけど、いっ、あーでもだいぶ隙間埋まってきた、あーこんな感じでいくんだ、あー勝手、ちょっと若干この辺ね、ペンチの傷ついちゃうけど、もうちょっとそこは妥協します、ほら開いちゃってんだよね、ここの隙間が、ですよ、あ、怖えな、これ開いちゃうよね、まあこんなもんなんでしょう、こんなもんにしとこう、これ以上は自殺行為、ここもね、ネクタイちょっと黒い色とかをね入れておくと綺麗かもしれない、今回は果たしてね、プラモデルをただパチパチはめてっただけで
どれだけのクオリティのものができるか、できるかっていうのはちょっと知りたいんで、一切色分け塗ったりとかしないんですけど、これでこれをはめる。もうはまった。パチッとね。これで胴体完了。はい、どん。右肩。なんだ？どれだ？ガンダムですね、これ。右肩と左。これだ。これなのかな？多分これだよね。多分こう。自信ない。よいしょ。久しぶりだもんな、プラモデル。おっ。いいね。これが右肩だから、ここと、ここを。難しいな、これ。よいしょ。よいしょ。接着しない。向きに注意。向きがあるの？あー、なるほどな。なるほど。ってことは、こっちだ。下向きに、下向きに生きていく。あなたの姿が好き。みたいな。そんな、J-POP みたいな感じですよ。会いたくて会いたくて、会えなくて会いたくて、会えなくてやっぱ会いたくて、でも会ってみた。そんな感じですよ。オフ会ですよ。あー、ゲートの処理かな。でもまあいいや。ゲートの処理とかね、多分すごくやった方が、プラモっていうか、これは人形？人型だから、如実に、変わってきそうな気がする。と、これもむずいぞ。ペペペン、ペペレペレペペペペペレペペ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 。向きに注意。またか。合ってんだろうな、これで。不安だけど。あー、ちょっと、硬いんだよな。本当に硬い。おっ、バレてた。ちょっとカメラアップしますか。この辺の方がいいかな。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは365日毎日動画を投稿しております。1本の日もあれば2本、3本の日、4本、5本の日もあるかと思います。なのでチャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。PC の方は今こちらに出ている登録ボタン、こちらを押してください。ポーン。タブレット、スマホの方はこの画面の下にあります概要欄、こちらの方からチャンネル登録お願いします。概要欄にはその他にも私がやっているブログ、ツイッター、フェイスブック、Google プラス、こちらのリンクも貼ってあります。この動画に関係する動画や、まあ、似た動画などのプレイリストもたくさん貼ってあるんで、よかったらその他の動画も見てください。今日も皆さんを笑顔にできているととても嬉しいです。ではまた会いましょう。バイバーイ。